アルイコール・アズハル大学はカイロに本部を置くエジプトの公立大学である。1961年に設置された。イスラム教スンナ派の最高教育機関として有名であり、現存する世界最古の教育機関の一つである。アルイコール・アズハル学院とも呼称される。アルアズハルモスクに付属するマドラサとして、ファーティマウ支配下のカイロに設立された。 アル・アズハル・モスクは当初は街の名にちなんでアルカー・モスクと呼ばれていたが後にアズハルという名称で知られるようになっていった。アズハルの名の由来には諸説あるがファーティマ朝においてカリフの直系の先祖とされた預言者ムハンマドの娘ファーティマの称号アイコールザ・フラーの男性型で光り輝けるという意味を持つという説が有力有名である。アズハルで 学術研究が始まったのは975年のラマダン月である。イスラーム神学、イスラム哲学、イスラーム法、イスラーム法学及び法解釈、アラビア語文法学と言語学、哲学、天文学、論理学の部門を要し、ファーティマ朝の修士を反映してシーア派の学府として発足した。同時代の他の王朝のカリフがギリシャ哲学を廃教的で、 ヘレニズム的であるとして非難し排除していた中、ファーティマ朝のカリフは、ギリシャ哲学を積極的に奨励し、内外から優れた著作や学者を回路に集めた。このため、アズハルはイスラーム世界における哲学研究の中心地となり、プラトン、アリストテレスなどの著作の研究が行われ、哲学関連の蔵書は膨大な数を誇るようになった。 現在の大学院にあたるコースも開講しており、世界で最初の成熟した大学であったと評価されている。また、創立当初からの伝統では、イスラーム法学を志す者に対して、誰にでもいつでも文庫を解放するという趣旨から、入学随時、出て席随意、修行年限なし、という三原則を守っていた。アズハルを現在のようなスンナ派の学府へと収支外したのは、 サラーフティーンである。彼が13世紀の後半にファーティマ朝を廃して、エジプトにスンナハ王朝のアイユー部長を起こした際、シーア派の楽譜を不要と断じ、アズハルの有していた、何万冊もの増唱売却もしくは破棄処分させたと言われている。創立当時のファーティマ朝下では、カリフが直接管理するか、カリフに代わる役人が統括して、大臣、または、 国家の要人が直接教授の任に当たった。IU 部長の後を継いだマムルーク長下では、マムルーク騎士団のアミールの一人が統括していた。1517年、マムルーク長を破って、カイロを主中にした、オスマン帝国のセリム一世は、マムルーク時代に栄えた学校や学林モスクを、次々と閉鎖したが、アズハルについては存続させ、自らもエジプト滞在中には、 アズハルモスクの金曜礼拝に参拝し、莫大な記者を行った。このオスマン朝支配下の17世紀後半には、アズハル大学の総長職が確立した。カリフ制度が廃止された現在では、アルイコールアズハル大学の総長がスンナ派の最高権威とされる。周辺イスラーム世界の各地から留学生を集め、その中からアズハル大学の教授になる者もいたが、 19世紀末にスウェズ運河が開通すると、さらに植民地支配下にある東南アジアの各地からの留学も増え、反植民地運動を志すグループを生んだ。1908年にカイロ大学が世俗教育の最高学府として設立されて以後、カイロにおける宗教教育の最高学府として存続していたが、1961年、ナセル政権下で学院は、 改組されて、総合大学となり、伝統的なイスラーム学、イスラーム法学、アラビア語学の産学部に加えて、新たに、医学部、工学部、農学部及び、女子大学が設置され、以後は、世俗教育も担うようになった。2000年には大学に、キングファイサル国際省イスラーム法師部門が授与された。現在世界各地の大学で見られる、 卒業式に黒いワウンを着用する習慣は、アルイコールアズハル大学を卒業するイスラム学者たちのゆったりとしたローブが起源であると言われている。ありがとうございます。